歴代三冠王の翌年の成績が、プロ野球で三冠王を達成した選手は8人。三冠王を達成した選手は、中島春康、野村克也、王貞治、落合博満、ブーマー、バース、松中信彦、村上宗隆。その中で、複数回達成している選手は、落合博満は史上最多の3回、王貞治、ランディバースは2回達成している。中島春康、野村克也、王貞治、落合博満。ブーマー、バース、松中信彦、村上宗隆。村上だけダメやん。他の人は現役時代を知らないから数字しか見えないけど、村上は今まさに起きてたことだから中身もわかるし、具体的にアウェー遠征での成績が悪いから余計に印象良くないわね。来年三冠王に迫る成績残せばいいじゃん。仮に今後パッとしない成績でも記録に残る選手だからそれで十分。思ったよりも村上くんの成績が改善されてるのに毎回ビビる。春先にあれだけひどかったのにきっちり30本打つのはさすが。とはいえ村上くんもファンもこの成績じゃ満足できないから24年に2度目の三冠王取ってほしい。野村32年目、王35年目、落合4年目、松中8年目、村上5年目。王さんの場合は自チームにミスターがいたからな、三冠取れそうな成績の年でもミスターが首位打者や打点王をかっさらうのがよくあったし、逆にミスターもキャリアハイ39ホーマー打った年なんかは王さんがいなかったら三冠王取れてたかもしれん。ビジターで全然打てなかったのが謎だわ。2022はかなり打ってたのに。三冠王の時はビジターで打ててホームで打てなかった村上が翌年には反対になったのが面白いわ。村上は確変定期。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。